シンデレラが目を覚ますと、そこは生き物の腹の中だった。ひどい生臭さの中、ピクピクとうごめく肉壁を見渡せば、少し離れた場所に自分以外の誰かが座り込んでいる。あんた、赤ずきんか？振り返った少女はポロポロと涙を流しながら素手でケーキを食べていた。一人で食べても美味しくないです。お腹いっぱいにならないんです。あなた、一緒に食べてくれませんか？見知った少女とは少し違うと感じながらも、シンデレラは優しく、いいよと答えて、容赦なく赤ずきんの頭を打った。頭を打っても死なないとは恐れいるね。やっぱり誰も僕とは遊んでくれないんだ。あの子だけ、あの子だけだった。おい、暴力娘。遊び続けるなんてできないんだ。どうせ誰も彼も壊れてしまう。僕を受け入れてくれる人はもういない。それなら、壊して壊して壊し尽くそう。
全部壊してやるよ。赤ずきんの姿が変貌していく。目は光をなくし、黒い何かへと飲まれていく。ナイトメア。自然とこぼれた自分のつぶやきに汗が流れた。遊んでください、死んでください。コングのように振り回しても壊れないで、最後まで僕を楽しませて、僕のお腹を満たしてほしい。
全部壊してやるよ。こんなもんか。前からおかしいやつだったけど、より一層おかしくなった赤ずきんに弾丸をぶち込む。しかしそれらはすべて素手で叩き落とされた。はっ、化け物が。化け物だ。もうそれでいい。それがいい。僕を理解してほしいなんて思わない。僕は最初から壊れた化け物。
こんなもんか。赤ずきんの甲高い笑い声に合わせて肉壁がうごめき触手とかす。こちらめがけて一斉に伸びてくる何千というそれに驚く間もなく、私は全身を縛られた。ここは僕専用の遊び場になりました。さあ、玩具の人形で遊びましょう。手足を引っ張ると叫ぶオプション付きです。今度は首を引っ張ってみようかな。Thank you.
ミシミシと骨が鳴る音に視界が歪む。これがナイトメアの力ってことか。それなら対抗すればいい。あんな脳なし娘にできて私にできないはずがない。一気に決める。シンデレラは赤ずきんの闇の意識を取り込むことにした。強大な力とおぞましい感覚がシンデレラに流れ込んでくる。作り変えられる体にシンデレラはうめく。異変を察知した赤ずきんは笑いながらさらに攻撃を激化させる。赤ずきんだったピンクの肉がうごめく。あんな風になってたまるか。私は灰かぶり、すすだらけの惨めな女。けど最後に勝つのは私だ。飽きちゃったから終わりにしましょう。いただきますという赤ずきんの声とともにシンデレラは肉の壁に飲み込まれた。あんな風になったら終わりだ。行かれたら意味もない。そう簡単に飲まれてやるかよ。
こんなもんか。お腹いっぱい。あ？シンデレラを腹の中に収めた赤ずきんが満足げに息をつくと、ブチッという嫌な音が腹部から鳴った。あ、痛い？ブチブチブチ。プチ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 。端末魔の叫びを上げてのけぞる赤ずきんの腹の中から現れたのは、遊びってのは正気を保ったままの方が相手をいたぶれるんだよ。血しぶきに濡れながらもなお白い髪を優雅に流すシンデレラの姿だった。